改めまして森田健作です。アシスタントの西村智美です。森田さん、今日はちょっとスタジオがすごくなんか賑やかになっていますけど、はい、大変なことですよ。今日放送終わるんでしょうかまあでもね、はい、今日はですね、こんなだけき、ちょっと待ってよ、お前、やはり待ちきれずに、ね、京本政樹です、皆さん、はい、京本なんでこんなに来るんだよ。いやこれからまだ言わなきゃいけないんだよ。大親友が青春の窓という言葉を言ってないんだよ、はい、そう、もう青春の窓でしょ、うん、だからもう出ました、今もう。なんだよ、あのたっぷりやりたいから。わかったわかった。もうバッと行きましょう、バッと。とても仲良しの方が今日いらしてくださってるんですよね。はい、ご紹介させていただきたいと思います。いいですか、私から。大先輩なんですけどね、はい、あの大親友と言って過言じゃないと思います、はい、皆様お待たせいたしました。スターダストレビューの根本かなめさんです。言っちゃうの、はい、言わせていただきました。そう、かなめさん、よろしくお願いいたします、はい、久しぶりです。もうお二人はとても仲良しということで、いつぶりなんですか。コロナがあったから随分会ってないんだけど。え、そうなんですか、うん、あのね、でもカラオケ行く中で、うん、カラオケにもしょっちゅう行ったりご飯行ったりとかする中で、出会いっていい。ちょっと長くなったので短めにお願いします。出会いっていい、はい、僕スターダストレビューが大好きで、はい、出会いは、うん、出会いは事務所に連絡して、お、京本政樹ですと、スターダストレビュー の、うん、あのコンサート行きたいんですけどって言って、うん、自分で電話したっていう。そう、ご自分で本人から電話かかってきたんですけどって言われて、うん、それでもちろんチケットは取りますけど、うん、あの、大抵はマネージャーさんとかそういうパターンですよね。そりゃそうやな。ご本人から電話かかってきて、はい、でそれで楽屋来てくださって、うん、でそれで曲も書いたし、レコーディングもしたし、うん、カラオケも行くわっていうようなね。僕のあの曲にも参加していただいたり、はあ、うん、なんかそういう、まあ、濃い仲になっていくわけです、うん、なるほど。年齢もやっぱりお近いということで、はい、ちょっと上なんで、僕はもう66になりました。ああ、そう、はい、大先輩だ。僕は今ちょうど56になりましたね。もう森田さんが大先輩とおっしゃってます。突っ込んでください、突っ込んでください、はい、もう本当にあのお話があのカオス状態で突っ込んでください。はい、まあ、あの2つほど違いですかね、要はね、はい、そうですね、57年生まれ、はい、僕が59年生まれ。あ、そうか、はいはいはい、いやでも本当にスタレビの大ファンで、スタレビがもう行きつけの、はい、あの、うん、場所になってるんだけど、そのあるカラオケバーみたいなのがあるの、ね、はい、でそこがすごい青山にあって、すごくそこのママさんと仲がいいわけ、はい、で俺よくあのスタッフとかキャスト連れてこう打ち上げとか、はいはい、そこの場所でやってたの、うん、で歌を歌ってたら、うん、あれ京本さんってさ声高いから、うん、この曲歌ってみないって言ってね、曲を紹介された、それが追憶って歌、あと木蓮の涙、はい、でその時正直言いますけど、はい、僕まだ知らなかったの、あ、それでこの曲がね、はい、あなたに合うわよって言われて渡されて俺聞いたの、いい曲だなって思って、それで俺を覚えて、よくそのカラオケバーで、はい、あのスタッフの方とか招いて打ち上げ、もうあのコロナの前ね、はい、しょっちゅうするときに必ずその歌を歌ってたの。そうだったんですか。でそこから自分が精神が盛り上がっちゃって、コンサート行きたいと。あ、そこから。でその前に俺は全部、はい、アルバム全部聴いちゃったの。もう凝ると凝りますもんね、京本さん。もう全部聴いちゃった、はい、凝りやだからね。今はもうリリースすることに送ってもらう、はい、ありがとうございます、うん、もうそれぐらいの中になって、ああ それで自分で押しかけていった、うん。20周年のライブにも行かれたそうですよね、京本さん。行きましたよ、すごいですよ。今度40周年だよ、はい、ねえ2001年の夏、はい、静岡の嬬恋っていうとこあるんですよ。あ、知ってますね。スタレビの20周年記念、今何周年になりますか。40周年、うん、だから20年前ですよ、嬬恋100曲ライブっていうのをやったんですよ、100曲歌われたんですか。日中よ、朝10時から夜8時までやって、もう喉がよく、持ちますね。100曲歌うのよ、はい、つまごいよ、はい、オープン外、うん、はい、僕行きました。もう100曲全部歌えないですか、ね、はい、厳密には80曲から90曲はちゃんと聞いてます。いや僕もびっくりしましたよ、普通ね、あのやっぱ過酷なんですよ。僕らはやる方だからいいんですよ、それはもちろん仕事だし楽しみでやってるわけだから、でもお客さんは好きな人は来てほしいけど、はい、やっぱりいわゆるギリで来てくださる方もいらっしゃるじゃん、うん、そういう方にはあまりにも過酷なんで、あえて呼んでないんですよ、その時は。なるほど。そこにわざわざ京本が来たって聞いて、その前になんか食事かカラオケかなんかやってて、はい、あ、俺行きますよって言ったの、一言、はい、俺が有言実行だから、うん、さすがまず嬬恋が大変よ。ホテル取って、はい、前乗りして、そうだよね、朝10時だったからね、それで、もう炎天下ですよ、炎天下、はい、麦わら帽をかぶって、
焼けられませんからね。まあみんなそんな大変ですよね、はい、ちょっとね、その日すごい暑かったんで、はい、200人ぐらい倒れられたんですよ、やっぱり熱中症。だから今だったら危ないですよね、本当に。当時僕にお医者さん、実家がお医者さんだって、はい、兄貴たちに救護班で来てもらって、根元委員っていうのを作ってそこでまだ午前中は涼しかったんですけど、はい、午後になってすごい日差しが強くなってきたから、はい、倒れる方結構いらっしゃって、まあ兄貴たちはいろいろやってくれたん で、ね、入院までに行くような人はなかったけど、はい、とりあえずみんな日帰りで帰れたっていうのがあった。スターダストレビューのそういうところのね、はい、細かいところがすごいなって、おもてなしのっていうか ねすごいですね。つまごいのコンサート野外ライブでね、はい、100曲やるからっていうことでね、その根元委員とかね、その設置場所を作るなかなか他ではないですね。なかなか、いやまず発想がないね、うん、そういう発想が、うん、あと全国のイベンターの人にお世話になってたんで、はい、各地の美味しいものを持ってきてもらったんですよ。各地 の名物があるじゃないですか、はい、そういうなんとか名店が作ってあったりとか、うん、すごい歌以外にも楽しめるんですね。そうですね、だからその日は一日楽しんでもらうと思って、はい、だから子供さんが遊ぶその水があるようなエリアとかをも作って、だから音楽だけじゃなくて遠くから聞こえてくる僕らの音楽でもいいから一日一緒にいようよっていうのがコンセプトだったんです、はい、それは。素晴らしい。100曲だからな。そうですね、だから2時間やって1時間休んで2時間やって1時間休み、はい、違う、3時間やって1時間休みだとか。いやでもねまずやっぱり喉普通持ちますね。持たないよ、持たない。 それが素晴らしいですね。すごいんですよ、うん、それそれただね、はい、いつもねカラオケとか一緒にやった時にいつも聞くんですよ、うん、こんだけ素晴らしい曲で歌でしょ、はい、でねやっぱり大変な時も絶対あるじゃないですか、ね、今日風邪ひいちゃったなとか、絶対あると思うんですよ。森田さんもあるでしょ、もうあるもん。それでもコンサートやんなきゃいけない時あるじゃないですか。俺できないよ。いやできない、うん、森田さんはなんできない、ね、花見さんそれ俺聞くわけいつも、はい、どうすんですかそれ、いや今日もとね、うん、それでも歌える方法があるんだ。おそれは聞きたいな。どういう方法。だからレベルを下げるんですよ自分の、うん、最初からこんなもんだと思えば怖くないじゃないですか、はい気の持ちよっていう意味だったんですか。そうそう、だって、みんな頑張って歌って俺の平均はこのぐらいだと思うじゃないですか、うん、ここに平均点を置くから大変なの。だから例えばあそこまで走るの大変だなと思ったら、うん、いや歩けばいいだけのことで、僕はちょっと待って、僕にその京本そうなんだよって言った技術はそういうことだったんですそうそう、気分の問題だから。そうそう、それは 50% にちょっとキープするということですか。そう、自分で疲れないやり方を覚えればいい、はい、その時に京本に僕何を言ったか、アドバイスしたか忘れたけど、そういう言い方したんですよ京本。そういった時でもね声を出せるねやり方っていうのはあるんだよって僕に言ったんです。そうで、どっかに例えばほら風邪ひいててもね、かすれても声は出てるじゃないですか。そのかすれた声を使って歌にすればいいだけだから、はい、それも一つの味になりますよね。そう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 、だから僕はそういうふうに声を出しちゃった。なるほど、話トンと飛んでいいですかその僕の誰の番組だこれ。僕のさっき言った行きつけね、はい、港町ってとこあるんですよ、ね、そこまで言うかまあその後がまだある。港町って名前じゃない、うん、 そうね、その後がある。だからちょっと今港町、うん、ね、そのついに僕が要さんとこう仕込んでいって仲良くなりました、はい、連れて行きたかったわけ。それは、ね、要さんって今日もサングラスされてないけど、ね、通常サングラスしてるイメージ、はい、当時はね、当時ね、はい、20年前ね、特にそういうイメージだったのね、はい、当時ね。それでね要さんにねちょっと一緒に行ってくださいよって言って、そこから結構何回か行くようになるんだけど、はい、ほんでねもうママさん感動しちゃってね、うん、まずね、まずだって、根本要さん連れてきちゃった。そうでしょ、ご本人ですよね。それで要さんね、はい、それまでそんなにカラオケなんて行ったことない。そうなんだよね、ないわけ。もう20年以上ぐらい前、行ったことない。それ連れて行った、でママさんはもう感動してるわけ、うん、って京本さん、はい、何そこまでやってくれたのって感動してるわけ。それで、ね、それだけじゃないの、要さんボンボン歌いまくるそれはね、だって喜んでくれるんだったら、ね、僕が行く意味ってそれじゃない。自分の歌もどんどん持ち歌を歌ってくださるんですか。持ち歌ももちろん当然、人の歌ももちろんボンボン歌うわけ、ね、歌うわけ、はい、横にお客さんが何名かそれはいらっしゃる。そうですね、他のお客さんもびっくりしますよね、ね、その人たちが、ね、こう聞いてるわけ、ね、はい、ね、聞いてたらさ、要さんのこの歌だよ。そうです、ちょっと要さんクリスマスね、ギターちょっと入れて、なんだどういうの歌ったかちょっとやらないで。何やる、いいんですかそんな。もくれ、はい、追憶、どっち歌って大丈夫ですか。追憶はあなたに夢の中でもう一度触れられたら許してしまう。こういう曲ね。さあ
これを歌います、うん、歌います、うん、そしたらさ、はい、横の方のお客さんの声が聞こえてくる、うまいなと、本人みたいだよなそれが俺、ツボ入っちゃって、うん、ね、かなめさんに本人みたいって言われて、うん、ね、ご本人がまさかそこで歌ってると思わないで、そうですよね、それでボン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 歌ってる間にね僕があのやっぱり自分の思い出の曲とかいっぱい書けるじゃない、うん、ね、そしたらさ、あのオフコースとかこう入れるわけだよ、はい、ね、そしたら、さようならとかね、はい、入れるじゃん、そしたらかなめさんはさ、そのカラオケのモニター見ながら、はい、うん、小田もいい曲書くな小田なんて言ってないよ、いや言ったんです、言ってないよ、前も思いましたけど、いや僕たちがね、僕がね、あ、田村正和さんね、正和さんですよ、田村正和もいいよなっていうのと一緒ですよ、うん、多分そういうそういう意味ね、そういう意味だったね、だから多分単純にね、小田もいい曲書くよなって言ったのがすごい印象的に忘れられなかったんですね、はい、でも本当その当時僕ね、はい、あのカラオケとかあんまり行ったことなくて、それで 今はねよく行くんですよ、で、はい、よく歌うんですけど、そのたまにほら採点するやつあるじゃないですか、あれとかでガチャガチャガチャ、はい、バンバンって言ってもうすぐプロって出る時あるんですよ、俺の歌歌ってってたよ、それからかなめさんが俺にさ、はい、ね、その時初心者だったのにさ、それからこの20年の間にさ、はい、何回も、おい、京本、俺、カラオケ結構プロになっちゃってさ、いろんな曲歌えるようになったから、今度行こう行こうって言いながら今まで。そうなんですか。基準がカラオケっていうのがびっくりですけど。でそんなことで、あの、僕もやっぱり要さんとに曲作ってもらいたいなとかさ、なんか歌一緒にやりたいなとかね、思ってた時に自分のね、まあ25周年みたいな時があって、はい、その時に、まあ自分で桜歌っていう歌を作ったのよ。はい、それで作詞作曲したの。はい、そのなんとコーラス、ハモリを、はい、参加されたということで、はい、いかがでしたか？やっぱ、ほら僕らは、はい、その俳優さんとしての京本政樹が知ってたりとか、その音楽で、はい、そういう姿を見たことなかったので、でもそこに入ると本当僕らと一緒で、はい、いわゆるミュージシャン仲間として普通にやれましたね、はい、あのだからなんか京本だからこれでいいよとかじゃなくて、はい、せっかくだとここまでやろうよ、その、ね、やっぱりプロモーション映像というかね、あの歌ってらっしゃる姿とか、そのメロディー、メロをつけてもらうんだけど、自分の作った歌に、もうやっぱり素晴らしいわけ、ね、なぜになぜに忘れられないって、ね、こういうメロディーを、はい、あの当ててくださるわけ、僕のメロディーに対して、ええ、わかります、森田さん寝てませんか、大丈夫です、聞いてるんですよ、森田のように聞かれてますね、今日ね、森田さんの話にちょっと振りづらい、いや俺はちゃんと聞いてるね、ここでね、いつもだったらね、あ、さらば涙と言おうってあるでしょって言えるんですけどね意外に僕とあの金目さんとの関係の中にね、意外に森田さんの青春の歌が入ってこない、いやでも二人の話聞いてるから、でも僕ら中学校の頃憧れは森田健作だったからね、やっぱりある意味同世代じゃないですか、はい、やっぱりいつも言うようにね、ゲストの方がここに現れて大体同世代、あの例えばこの間も万博のね、あの偉い方が来られたでしょ、やっぱり森田健作のこと兄貴みたいなですよね、はい、はい、ここで森田さんのこと一応触れときました森田さん、でもこれアニメはご存知じゃないですかね、あの頑張れ田淵くんのアニメをご存知、そのあれね、うん、歌われてらっしゃる、大学時代に、うん、あの渋谷でライブやってたら、はい、またプロデューサーの方が見に来られてて、うん、そのままスカウト、だからそれこそ、あ、そういう意味じゃ僕も渋谷でスカウトされたんだ、あら、若くて素晴らしいで、だからライブでやってたら、その夜電話かかってきて、はい、今日のコンテスト見たんだけど、あの歌を歌ってたのは君だよねって言うから、はいって言って、それで今度映画の音楽やるんだけど主題歌書いてみないかって言われて、はい、僕書いて持っていったの、そうなんですか、それで伊豆にスタジオがあったんですよ、はい、伊豆まで行ってやったら、でその僕はディレクターのプロデューサーの人に、そのプロデューサーの人って井上陽水さんとか、木杉隆夫さんとか、まあ、後に安全地帯を送り出す人ですけど、その大プロデューサーの安室さんという方だったんだけど、その方にあのこれ誰が歌うんですかって僕が聞いて、君だよって言われて、俺か、俺だって本当にリードボーカルだって釣ったことないような人間がそこで初めて歌って、だから下手くそだったんですけど、頑張れ田淵くんは1作目2作目は僕が歌ってて、僕の曲 で3作目、はい、で3作目でまた曲かけて言われたんだけど、かけなかったんですよ、したらそんなことだと思ったよって言って、なんと大滝栄一さんの曲で、僕はとかそこで大滝さんのコーラス、大滝さん作ったサウンドの中で僕はあの歌を歌わせていただいて、
その後デビューしてから十何年経ってから大滝さんに初めてお会いして、やっと会えたねって言っていただけたんです。要さん、要さん、実はこすごく、まあ、聞いてらっしゃるリスナーの方のために、はい、一つファン的な目線で聞いてもいいですか、はい、いいよ。スターダストレビューって名前は、はい、どういうところか。ああ、これね、はい、本当に僕ら埼玉のバンドなんで、もうルックス貧弱なんですよ。うん、で普通やっぱり華々しいね、うん、この音楽業界ですから、はい、やっぱりその、なんていうの、ルックス大事じゃないですか。はい、だから最初僕ら、あれれのれっていうコミックバンドみたいなバンドだったんですよ。うんうん、それでポップコーンとか出て、ちょっと優勝したりとか、優勝っていくつかあったんですよ。ポップコーンに出てらっしゃるんですよね。ポップコーンに出た時のあの曲、ちょっと。オラが鎮守の村祭り。はい、これイメージちょっとぴったり、今のイメージと違うんですけど。違うね。ちょっとかけられます？え、かけられるないだろう。せっかくですか今。これでもアルバムとかポップコーンでこんな曲でこんな曲ってリックソングで準優勝だったんですよ。だから、うん、だからこういうイメージだったんですよ。その時の優勝はクリスタルキングの大都会で。ああ、そうだったんですね。僕らはルックスがいまいちだったから華々しい名前は嫌だったんですけど、うん、やっぱり出るにあたってちゃんと名前をつけようじゃないかって言って、その、まあ、ジャズオーギー・カマイケルの名曲スターダストにちなんで、そう、あと僕ら昭和的なことをやりたかったからスターダストレビューって言ったりとかして、そのアベルのでも可愛かったんですよね。そ そのスターダストレビュー今40年、はい、42年ぐらい、42年になるんですよ、はいはい、ツアー中です。そうです、全国ツアーやってらっしゃいます今。はい、去年の10月から始まって来年の5月まで100公演行きます。近々だとどこ埼玉の三郷と、それからあと川崎のカルッツがあるかな、うん、あと日比谷の野音とか、あと川口湖のステラシアターとかもあります。改めて私紹介させていただいてもいいですか。す、はい、自慢じゃないんです、はい、紹介してくれるって。日比谷の野音一人でやったことある。あ、そうなんですか。では私の方から、はい、6月18日埼玉三郷市文化会館、はい、そして11月18日土曜日川崎カルッツ川崎、はい、さらにさらに野外編として7月29日土曜日山梨川口湖ステラシアター。ここに俺に来いと。これはそうですよね、野外音楽堂。そして これは京本さんいらっしゃるでしょうかね、はい、9月24日日曜日東京の日比谷野外音楽堂、大音楽堂。ちょっと久しぶりに僕も顔出しますか。あ、ぜひいらっしゃってください。これはもしかしたら、どっちか行きましょう、うん、コンサートに行かれたら、どっか探せば京本政樹さんいらっしゃるかもしれませんね。すぐわかりますよ、ハットかぶって眼鏡かけてます最近マスクもしてますしね。いやということで本当にもういっぱいいっぱいまだまだ聞きたいこと、はい、山のようにあるんですけれども、はい、アルバム、ミニアルバムですか。はい、はい、そうです。ここにあるけど、はい、ウギョギワンダーレビューっていうのを作りました、はい、昨年の10月、はいね、はい、これどんなアルバムですか。これはね、初期作品を、まあ、リテイクしたものです。特にね、そうです、初期って本当売れなかったっていうか、まあ、今も別に売れてるわけじゃないけど、いやいや、その初期のやつを今の感覚で作り直してみようというので作った、ブギウギワンダーレビューというね、はい、本セクションが入って、結構華やかなビッグバンドジャズになってます。はい、これが出てまして、まあ、これを持ってのツアーなんですけど、はい、ちょっとギターでこんな感じのぜひ森田さんに。あ、これ入ってねえよ、はい、いいの、僕が聴きたかっただけですけど、君のために歌うの、はいはい、僕のために。あ、ぜひお願いいたします。今夜だけきっと悲しいの。悲しいですよね。もういいか、これで。もういいですよね。まだ聞いてないです。会いたくて会いたくて。もうだんだん深夜の番組になってるから。いやいや、もういいじゃないですか。もう放送に放送してもらいましょうよ。というところで、ありがとうございます。はい、ともいちゃん、聞きたいですけど、そのやっぱアルバムの中から1曲じゃあ選んでいただいて、はい、そうですね、俺かけなくてもいいんだよ、もう。あ、じゃあもう歌いってもらいましょう。そうそう、ね、はい、じゃあ「シュガーはお年頃」ちょっとこんな曲です、はい、生歌でお願いします。だからブギウギ、あ、違うな、だからブギウギワクワク揺れる恋でもあなたと二人なら生きてゆけるわ。今週のゲスト、スターダストレビュー根本かなめさんでした。どうもありがとうございました。京本政樹もお邪魔いたしました。かなめさん、カラオケ行きましょう。あ、行きましょう。